あと風鈴もね、今月ラストなんで、はい、来月からはさっき言った通り別のグッズになりますんで、コースターになるか何になるか当ててください。はい、で、ちょっと職人の手の問題で、はい、もう今月1000個で限界。で、500個ずつ MSSP さんのところと分配してるから、うん、はい、本当申し訳ないけど、当てて。うん。今回で。当ててって言って、当ててって言って、じゃあ分かりましたで当たるもんではないかな。願掛けだよね。はい。神頼みだよね。そうだ、もう、お祓い行って、当たってほしい人は。K モードのコースターが、いや、それ。うん。水吸うやつでしょ。K ソードな。あ、K、ごめんなさい。ごめん。K モードって。新しい K さんかなと思っちゃって。モードが変わっちゃった。そうそう。ごめん。K ソード。K ソード、はい。あー、それ。K ソードのコースターいいな。なんか乾くらしいじゃん、すぐ。うん、使ってるよ、うち。あ、ほんと？うん。使いやすい？いいよ。お風呂場の上がったところの軽装度のマットとかもあるから。あ、それも気になって、ニトリに売ってるじゃん。売ってる。ニトリで買った？俺買ったのニトリじゃないけど、どっかスーパーで売ってたやつなんだけど。コースター、高そうだけど、ちょっと調べてみるか。こないだニトリで、コップ用のちっちゃいコースターが、400〜500円で1個売ってた。だからそれでさ、結局さ、紙で作ると、なんか8枚ワンセットでプレゼントできるけど、ケースオードで作ると、選んでねになるけど、どっちがいい？ 1 枚選んでねになるけど。多分コースターとして使わないと思うから、紙だと。飾っときたいから、それならセットで、いっぱいあった方が俺は嬉しいかな。1枚か8枚かと。で、ケースオードに絵柄をやると、インク書く関係で、水が良くなくなる。あ、本当。だから、珪藻土マットとしての効果がちょっと弱まるかなと。まあ、紙で考えますか。うん、どこ作ってくれるからかまだ調べてないけど。はい。いけんじゃないかな。あ、ツイッチ見てる人はね、うん。これ見といてください。幕末知識コイン見てるだけ溜まるんで、はい。まあ、いい感じに使い道があるから。いいよな、ポイントな。500枚で抽選応募してもよし、はい。ために貯めて。確実に5万コインを貯めてもらってもよし。はい。ただし、グッズはその時に出てるグッズしか、対象じゃないから、まあ、缶バッジも多分今月で終わっちゃう可能性が。5万貯まる頃に何になってるかか。そう。もうちょいで5万いく？よし、貯めろ。おー、いいね。結構貯まるらしいんだよね。もう5万あ、じゃあ、1月2月あれば5万貯まるらしいね。もしかたまに賭け、ギャンブルみたいなのをやってて、勝敗予想とかで。で、勝ったら、ドンともらえるとかやってる。で、もらってんのかな。なるほど。でも500でも結構当たるよな、みんな。当たると思うよ。どのくらい分の、あ、毎日だもんな。毎日やってっからそのうち当たると思うよ。当たるよ、あれ。1区は500でやりつつ、余った分で5万貯まるぐらいの勢いじゃん。勢いだと思うよ。全然毎日1000ポイントぐらい貯まるよ、これ。全然じゃあ行く。もう両方行くや。両方行くべや。もう9時か、誰かが腹壊したせいでよ。早えな。絶対中川コーナーまでやる。僕のせいだから。まあ俺のコーナーは君来るまでのつなぎだからな。全然そんなこと思ってないっすよ。もうトイレで来たから笑ってたよ。だからトイレからもっと早く出てきてくれれば、もっと短く行ったんです。すまん。ほんとすまん。もうお腹壊しちゃってさ。でも出し切ったら良くなったよ。はい。あんまり、やっぱ鶏肉って、ゴロゴロするな。しないっす。あ、いや、するよ。だって俺毎日のように鶏肉食ってるぞ。どこの部位食ってる？もも、胸。僕ね、ももばっか食ってて、ちょっとお腹ゴロゴロしたんだよね。皮とか取ってない。うん。ああ、じゃあ油の、あ、皮の油でお腹やられたんだわ。かもしんない。ゴロ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 ってなって、詰まった感じしてさ、お腹の中で。で、もともと便秘じゃん。さあ。4日ぐらい出てなかった。はい。でもすごい、上限いっぱい。4日ってすごいな。もうパンパンでしょ、パンパン。胃から戻ってきそうだったから、コーラ飲んだら全部出た。トイレが詰まるかと思うぐらい。流し流しね。流し流しいった。